皆さんこんにちは、ホームタウングループの金田です。本日の、ホームタウン飲食店レポート、懐かし屋さんにお邪魔しております。店名の通りですね、ちょっとレトロな感じの、外観になってます。アルディジョの T シャツも飾っていただいてますね。ありがとうございます。ちょっとじゃあ早速中入ってみましょう。今日よろしくお願いします。お願いします。12月の31日と1日以外は年中無休で、すごいですね。ほぼほぼ1年中やってる感じなんですね。すごい。お店の場所をちょっと説明していただける。大宮の東口にあるウエストサイド通りっていうところから50メートルくらい歩いて、はい、駅からは5分くらいのところになります。駅は近いですもんね、はい、どんなテーマでメニューとかあったりするんですかね。昔懐かしながらをテイストとしてるんで、昭和レトロな雰囲気と合わせたお料理と、いいね、また新しい創作料理も提供してますので、楽しみです、ね、どんな年齢層の方でも楽しんでいただける、そんなお店ですかね、はい、こちらおすすめメニュー到着いたしました。こちらなんか不思議ですね。ちょっと不思議じゃがバターっていうメニューでして、当店の一番人気って言っても過言じゃないぐらい人気なんですけど、こうじゃがバターって言ったら普通ふかしたじゃがいもにバターをつけてある食べ物じゃないですか。そうですね。で、当店のはじゃがいもをすりつぶしてペースト状にして、中に明太子とチーズと大葉が入って、クレープ状にして出している、こういうじゃがいもじゃない、じゃがバターですね。素晴らしい。すごい、初めて見ますね。ちょっとこれ上のバターがね、これ溶けてて、本当じゃがバターですね。でも見た目から本当想像つかないですね、味の想像が。いい匂い、バターの。とっても美味しいです。とっても美味しいですか、はい、ありがとうございます。じゃあ早速でちょっといただいてみましょう、はい、このバターの、これ見えますかね、この感じ、この中のこの明太子と、美味しそう、これ美味しい。あ、本当もちもち。もちもちですね。鉄板が熱々なんで、そうですよね、時間が経っても、まあ、温かいまま。ああ、そうですよね。確かに。夫婦して。いや、これうまいですよ。うまい。熱い、熱くて美味しいんですよ。このですね、外結構、生地がサクサクしてて、ただ中のこのふわふわのこのジャガの部分と、さらにこのプチプチのこの明太の部分のこの口の中でプチプチ弾ける感じがミックスされてすごい美味しいです。そしてほんと熱くて美味しい。これ本当僕は猫舌だけなんであれですけど、本当にこれはいいですね。チーズとこのジャガイモとこの明太子って本当最高の組み合わせですもんね。すごいですよ、この明太子がたくさん入ってて、これがすごい。これは分かります、人気になるのが、うん、大葉の感じもさっぱりしていいですね。これね、間違いないですよ。お肉とかこの大葉とか細かいところがなんか効いてますね。このこれはね、多分飽きないですよ、本当に。バクバク食べてます。はい、ありがとうございました。美味しかったです。ありがとうございます。スタジアムから駅までの帰り道、通り道にもあるので、お昼からもやってるので、ぜひ来てみてください。アルディージャの皆さん頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、今回その素敵な店内からお送りいたしましたホームタウンレポート、ぜひ見て終了となります。それではまた次回お楽しみに。